四郎様、すでに準備は整っております。僕の種たちも今か今かと出陣を待ってますよ。ご命令を、四郎様。サニオ、認めたわけではない。今後一兵でも増やせば即座に処断する。また術を解く方法も必ず編み出せ。さもなくば。分かっておりますとも。でもその前に戦力が必要でしょ。アテルラナとやり合うために。そうだ。それはいいんですね。やめろ。その議論を今この場でやる意味があるか。いえ、失礼いたしました。不満があるわけではないんです。僕は誰かの片腕になるのが夢だった。僕より有能な人物が見当たらなかったから、仕方なく自分を自分の上長に設定していたけれど。四郎様、あなたのご命令に従います。戦争後のことも万事仰せの通り。あれらを解体せよというならもちろん、研究も約束しましょう。鍵を手にすれば完全な採算により黒化の蛮行も塗り替えられる。そうだったな、ルグイン。は、あの場で発言した採算は半分にも満たなかったかと。新たな予言ももたらされています。なんだ。予言の子が仲間と共にもう一人の道を正した時、希望の火は再び灯されると。さすがルグイン様、朗報ですね。我らの目的は最短の鍵をこちらへ取り戻すこと。そのためにはアテルラナの現統領クロカマニトを撃たなければならない。また奴の周囲は厚い防備で覆われている。レディキラーの連中とアテルラナの構成員だ。これらを確実に一枚ずつ剥ぎ取っていき、クロカを狙う。そのためには種も戦力とする。歴の長いものから前線へ。は、全てを肯定するわけではないが、不安を不安と認めること、それも大事なことだ。不安があることで人は慎重さと謙虚さを得て他人を思いやれるのだから。黒化にもそれがあればこうはならなかったかもしれない。四郎様、話がそれた。先手は我々が打つ。時をかければかけるほど相手は援軍を呼ぶだろう。そうなる前に一気に勝負をかける。陽動は種たちで良いとして、玉座を狙う本命は。イズメ、アピス、俺の三人だ。それは甘く見すぎでは。だからこそ陽動が重要だ。黒川は鼻が利く。本命を重くすれば即座に守りを固めるだろう。まあ相手のことは四郎様が一番よく知っている。依存はありませんよ。もう一度言う。先手は我々が打つ。進発せよ。黒川は間違っている。世界を整えるなんて強者の勝手な理屈だ。魔物を退治して回るだけの善良な自警団ではいられない。すぐに目にすることになる。それを利用し私腹を肥やそうとする悪党、そして弱い人々が苦しむ。攻めるアクションには必ずデメリットがある。愚直に守るべきなんだ。弱者のことは犠牲を認めるのは簡単だ。その上で積極策を取るなんてバカでもできる。でも
世界はそんなにシンプルじゃないんだ。そっか、同じなのかもしれない。多少の犠牲を認めちゃってるとこは。運命は選べません。犠牲になるものは必ず存在する。なら運ですよ、極論。だがそれを増やさないようにはできるはずだ。それは傲慢かもしれませんね。知ってあげることくらいしかできないのかもしれません。覚えておいてあげるくらいしか。僕が同じ立場だったなら、わかるとか、かわいそうとか、同情は別にいらない。どうしてくれとも思わない。ただ、いたってことを知っててくれるだけでいい。サニオ、お前のことを許したわけではない。あのアンドロイドのことは、すまなかったと思っています。短期はやめてください。シロー様には最短の可能性がある。それが最善の方法です。地下への道は、すべて埋めました。なぜ？もともと、種を育てる場所として使っていたんです。もう増やさないなら、必要はないでしょ？僕の言葉遣いは、多少勘弁してください。強いんです、口喧嘩。生まれつき。経験による錬まで。出発前の大将を独占するわけにはいきませんので。では。すまんが、そこの若いの、足元の石を拾ってくれるか。石？ほら。助かったわい。お礼にその石を持ってってよいぞ。なら、なぜ拾わせた？おっほっほっほ。種ではないな。なんじゃそれは。いや、いいんだ。わしはただの食料係だ。ただ食い物を運ぶだけ。それがわしの仕事じゃ。まあそんなこと、どうでもいいことじゃな。いえ、大切なことです。そうかの。呼吸が途絶えればすぐに誰も戦えなくなってしまいますから。そうかの。いや、そうでしょう。じゃが、魔物にはあんまり餌もいらんぞ。妙な気分じゃよ。敵じゃからな、本来。ペットでもあるまいし。動物を戦に使用した例は太古の昔からありますよ。そんなこと言われてもな。ですよね。俺もなんかおかしいとは思います。なんかどころじゃないぞい。わしの立場からすると常に疑問じゃわい。わしのしとること、わしの人生。深いですね。わしの将来はどうなってしまうのか。子供だけのもんではないんじゃからの。未来は長い短いで比べられると不公平じゃなあと思うわい。確かにそうですね。
この石食べてもいいですか？は？食料係なんですよね。そうは言うたがな、それは石じゃ。わしが触れたものは全て食い物になるとかではないぞい。少し引くわ。達者ですね。いや、聞いたから思わず食べんになっただけじゃい。まだ出立していなかったのですね。早く出て行けと言いたそうだな。滅相もない。返しが即座すぎる。不審に思われていることに自覚がなければそうはならない。はて、覚えておけ。作戦が成功した後はお前だ。予言とは一体何なのか、何のためにアテルラナにいたのか、何をどこまで知っているのか、すべてを聞かせてもらう。今度こそ本当にすべてだ。構いませんとも。返しが即座すぎる。逃げるつもりか？まさか。不可能だと言っておこう。俺には追跡する術がある。戻りしたお前を拘束する。何だいと。一度失った信頼は容易には取り戻せません。最初からしていない。皮肉を言ってどうなる。気が紛れる。棟梁とはそういうものではいけません。己の感情などを見逃す。相手の気分を良くさせてやり、口を滑らせるのを待つことです。さすればヒントも増えるでしょう。仕方ありません。先代として一つサービスを。ああ、私を疑うことはないのです。全ては四郎様の選択次第。目的が一致しているうちは絶対の忠誠を誓い続けますよ。お前の目的とは何だ？良い国を作る手助けをすることです。煙に巻くようなことばかり。未来樹と言ったか？お前の本体は未来樹リラビスウルスモです。闇にでも侵されてるんじゃないか。戻ったらアリカを突き止めてやる。ご武運。